お前たちを殺しに来た。私もあなたに会いたいと思っていたのですよ。Are you ready? フランクス対リーザ、いつらの戦いか。こっちまで緊張してきたぜ。どうだろう、その一気に回り集めた。その方が攻撃だ。一撃で吹っ飛ばした。この一撃はデカいな。
それながら次を考えているんだ。昆虫をつけるとすればファイナルステップ、痛恨の一撃を耐え切れるのか。わずかに差が出てきたな。このまま素直に終わるわけないよな。ついにダウンしちまったか。誰か救護を頼むぞ。ちょっと入って、一気に周りを詰めた。そこからの攻撃だ。手を出しますよ。見なさい、見なさいよ。わずかに差が出てきたが、このまま素直に終わるわけないよな。一気に周りを詰めた。そこからの攻撃だ。一撃がきつい。少しでもダメージを抑えられているのか。そのチャンス、これはただの攻撃じゃない。攻めながら次を考えているんだ。さすがは歴戦の猛者だな。デカドが頑張るんじゃない。このまま勝負まで決まっちゃうのか。一撃がきつい。少しみんなすごかったな。見てるこっちがドキドキしちまったよ。父さんみたいにはいかないや。知らないが悟空に似てるな。皆さんで対戦相手だ。バチッツ方法達人なんてレベルじゃないからな。陣地を超えた戦いになるぞ。わすんだ。攻撃後の一瞬の隙を突く。やろうと思ってもまだまだできないぜ。ここで味方からの援軍だ。そのまま空中戦に突入か。凄まじいスピードだ。このまま一気に攻め込むか。一気に周りを詰めた。そこからの攻撃だ。攻撃後の一瞬の隙を突く。ロープの奥になかなかできないぜ。一気に勝利を引き寄せる攻撃だ。決着も近いか。すごい戦いだ。どっちが勝ってもおかしくないぞ。強烈すぎて見ているどっちまで痛くなってきた。味方のサポートで戦局はどう変わるのか楽しみだな。すごい戦いだ。どっちが勝ってもおかしくないぞ。この勝負どうなっちまうんだ。わずかに差が出てきたが、このまま素直に終わるわけないよな。カンナ、攻撃後の一瞬の隙を突く時にもう攻撃はなかなかできないぞ。一気に間合いを詰めた。そこからの攻撃だ。ついにダウンしちまったか。誰か救護を頼むぞ。俺らの出番だ。この勝負どうなっちまうんだ。しまった。何が起こっているかわからなくて実況できない。まだまだ手を緩めない。これはひとたまりもないぞ。ぶっ飛ばした勢いそのままに決着。すごい試合だったな。終わったらお菓子食べよう。わずかの差が出てきたな。このまま素直に終わるわけないよな。まだまだ手を緩めない。これはひとたまりもないぞ。選手交代。これこそチーム戦の大幕だよな。後ろからの吸収だ。これはひとたまりもないぞ。わずかに差が出てきたな。このまま素直に終わるわけないよな。一気に周りを詰めた。そこからの攻撃だ。凄まじいスピードだ。このまま一気に進む。やるじゃないかチビたち。さすが悟空とベジータの息子だな。
対戦相手は？コロ！みんなこの対戦は白熱必至だぞ。心して見てくれよ。攻撃後の一瞬の隙を突く。この辺の目を持ってもなかなかできないぜ。もう攻撃を防ぐことでもできないか。これはピンチだぞ。まさかのものか。この勝負どうなっちゃうんだ。終わりだ。選手交代。これこそチーム戦の大問題だ。調子に乗るな。調子に良い戦いだ。どっちが勝ってもおかしくないぞ。まだまだ手を緩めない。これはひとたまりもないぞ。でかいんじゃないか。わずかに差が出てきたな。このまま素直に終わるわけないじゃない。両者一応譲らないな。実力伯仲ってやつか。行くぞ。相手は徐々に押してきているな。この流れを変えられるのか。どうした。この勝負どうなっちまうんだ。一撃で吹っ飛ばした。この一撃はでかいな。戦士交代。これこそチーム戦の大問題だな。すごい戦いだ。どっちが勝ってもおかしくないぞ。そこだ。ここで戦士交代だ。この交代が今日出るか今日出るか。こんなものか。実力発注ってやつか。勝負の行方が見えないように緊張感がものすごいと思うか。ここからこの勝負どう動くんだ。反逆でいくぞ。ここで選手交代だ。この交代が吉と出るか凶と出るか。勝負の行方が見えないように緊張感がものすごいな。手数が多いだけじゃないよ。一撃一撃がすごく重いぞ。調子に乗るな。相手は徐々に押してきているな。この流れを変えられるのか。ここで選手交代だ。この交代が吉と出るか凶と出るか。攻撃後の一瞬の隙を突く。調子に乗ると思ってもなかなかできないぜ。ここでこの勝負どうなっちゃうんだ。やっぱり腕は徐々に落ちてきているな。この流れを変えられるのか。上空に向かって強烈な一撃だ。ここだ。すごいぞ。兄弟の力を合わせることで威力も桁違いだ。上体できますか。上部の行方が見えないように緊張感がものすごいな。そんなのな。後ろからの吸収だ。これはひとたまりもないぞ。鬼滅の試合だったな。あとちょっとで危なかったんじゃないか。1対1の攻撃。後ろからの吸収だ。後ろ俺はひとたまりもないぞ。こっちやろう。こっちは俺が一気に回り詰めた。そこからの攻撃だ。すさまじいスピードでジーター。せっかく勝ったんだから少し嬉しそうにしろよ。この痛み決して忘れるな。ベジータ。